エレミア書、十八章。主からエレミアにこのような言葉があった。立って、陶器士の家に下れ、そこであなたに私の言葉を聞かせる。私が陶器士の家に下っていくと、見よ、彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器士が粘土で製作中の器は彼の手で壊されたが、それは再び、 陶器師自身の気に入る他の器に作り替えられた。それから私に次のような種の言葉があった。イスラエルの家よ、私がこの陶器師のように、あなた方にすることはできないだろうか。種の言葉。見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方は私の手の中にある。私が一つの国、一つの王国について、 引き抜き、打ち倒し、滅ぼすといったその時、もし私が災いを予告したその民が立ち返るなら、私は下そうと思っていた災いを思い直す。私が一つの国、一つの王国について立て直し、植えると言ったその時、もしそれが私の声に聞き従わず、私の目に悪であることを行うなら、私はそれに与えると言った幸せを、 思い直す。さあ今、ユダの人とエルサレムの住民に言え、主はこう言われる。見よ、私はあなた方に対して災いを考え出し、策を巡らしている。さあ、それぞれ悪の道から立ち返り、あなた方の生き方と行いを改めよ。しかし彼らは言う。いや、私たちは自分の計画に従って歩み、それぞれ、 カくなで悪い心のままに行います。それゆえ、主はこう言われる。さあ、国々の中で尋ねてみよ。誰かこんなことを聞いたことがあるだろうか。乙女イスラエルは、実におぞましいことを行った。レバノンの雪は、野の岩から消え去るだろうか。他の国から流れてくる冷たい水は、枯れることがあるだろうか。それなのに、私の民は私を忘れ、 虚しい者に犠牲を備える。それらは私の民をその道、いにしえの道でつまずかせ、小道にまだ整えられていない道に行かせ、彼らの地を恐怖のもととし、永久にあざけりの的とする。そこを通り過ぎる者は皆、あっけに取られて頭を振る。東風のように私は彼らを敵の前で散らす。 彼らの災難の日に、私は彼らに背を向け、顔を向けない。彼らは言った。さあ私たちは柵を巡らしてエレミアを倒そう。歳子から立法が、知恵のある者から助言が、預言者から言葉が滅び薄ることはないはずだから。さあ、舌で彼を打ち、彼のすべての言葉に耳を傾けることがないようにしよう。主よ。 私に耳を傾け、私と争う者の声を聞いてください。善に悪をもって報いてよいでしょうか。誠に彼らは私の命を取ろうとして穴を掘りました。私が見前に立って、彼らへのあなたの行き通りをやめていただくために、彼らについて良いことを語ったことを思い起こしてください。それゆえ、彼らの子らを飢饉に渡し、 彼らを剣で殺してください。妻たちは子を失い、またやもめになり、夫たちは虐殺されて死に、若い男たちは戦いで剣に殺されますように。突然、あなたが略奪隊に彼らを襲わせるとき、彼らの家から悲鳴が聞こえます。彼らは私を捕らえようとして穴を掘り、私の足元に罠を設けたからです。主よ、 あなたは皆ご存知です。私を殺そうとする彼らの計りごとを。どうか彼らの戸がを許さず、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らを見前で打ち倒し、見怒りの時に彼らに報いてください。